どうも皆さん、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。今日はですね、千葉県芝山市にあるタイ料ラーメンというところにやってきました。車で来ましたけどもね、いやどうもね、ここはですね、ずいぶんたくさんメニューがあって、ラーメンっていうね、タイ料ラーメンってあるんですけど、とんでもない量らしいです。まあ、値段もね、1000円とか、そう、1300円とか結構するけど、とにかく写真に見る限りはとてつもない量らしいです。というわけでね、まだ時間がオープンの時間じゃないので、ちょっとまだ空いてないんですけど、これから行ってみたいと思います。だから俺の今日の髪型、昭和の初期みたいな髪型になってるよね。でこの車はね、ちょっと窓が壊れちゃったみたいで、かわいそうな感じになっちゃってるけど、というわけでちょっと待ってみたいと思います。これはね、ロースニンニク焼き定食。何ですか？ロースニンニク。ロースニンニク。はい。あと、カツ丼ラーメンセットのラーメン味噌にできますか？味噌セット。はい。カツ丼味噌。はい。あと野菜炒めと、はい、ブリの照り焼き。はい。はい。過去を分かってくれるオリンピックの話。THC？DJ かな。すごいサイズだ。先生、小皿もらえますか？うん、うまい。はい、どう？うん。でも、3人にちょうどいいぐらいだね。じゃあ、カツ丼何にしよう？どんなの？俺、カツ丼やばいな。これが生姜焼き。これ、キャベツが一番です。何もかもがでかい。これが本当に？生姜も使ってるニンニク。うん。うまい。うん。おいしい。はい。カツ丼味噌セットでーす。はい。うん。すごい。うわ。どうする？どうする？途中で味変えてなかった醤油。本当？これはすごい。あ、いいですか？うん。うわ。うわ。あ、でも。すごい。どうやって食う？うん、おいしい。うん、これ結構時間かかるんだ。だからもう意外と30分ぐらいだけど、うん、味は濃いめだね。うん、はい、というわけでね、今度は芝山の不動産にやってきました。結構ね、毎年ね、ここでお参りをする、お参り？なんていうの？初詣をするんですけど、今年は特に人がたくさん来てますね。三重の塔とこの本堂ね、結構いつも上から、じゃねえや、下から歩いてくるのは長いんですけど、今回は結構短く済みまして、さあ行ってみましょう。役年はいつかしら。あ、やべえ、俺翻訳じゃねえかよ。翻訳だわ。62年だもん。やば。女子で終わる。あれ関係ねえんだよ。
冗談じゃねえ。お前でやり直し、下から。結局下から行くんかい。こっからで、あ、開いてる。最近しとんで。何を。本当だ。あれがいつも見てるからね。変わらない景色、プライスレス。金魚がいるかな、いない。あ、米が落ちてる。ひでえな。ここ毎年見るね。これぐらいの足の人がいたよって。あれ、このお賽銭なんかあったっけ。賽銭箱初めて見たけど、これやった？当たんなかった。これ腰、腰に良くなれ良くなれ。というわけでね、今年もおみくじを引いていきたいと思います。去年は何だったかな。去年のおみくじはなんか忘れちゃったけど。本当だ。うわ、え、ちょっと待って、山犬じゃん。山犬じゃん、あれ山犬。やっぱりそうだ、山犬は存在したんだ。うちにも山犬みたいなチワワいたけど、あれは本当の山犬だったと思うわ、今思えば。あ、ここここ、そう、これ何年何月のね、このやつの方がいいよね。これの誕生日いつだ。よし、これの誕生日。嘘でしょ、やばい。あったあった。あ、ないわないわ。俺の誕生日ここだもん。6月29日。最悪、気分悪くなった。これでもう俺の1年はもう決まったようなもんだわ。ない。あ、あんず飴だ。あ、ごめんなさい、すいません。あんず飴いいな。でも俺今口痛いんだった。去年じゃない、去年じゃない、もうちょっと前。しかもその時スチールでカメラ、普通の動画じゃなくて。あゆうちゃん、すごい並んで食べた。ああ、そうだ。ペチャクチャペチャクチャ喋ってね、もうちょっとだからって言ってさ。そうそう、あの個性を取ってたら怒られたんだ。ああ、そうだ。そう、また違うんだ。やだ、まあ、ごめんごめん。またすぐそういうの。今二人が同じだから言ってた。普通に言われてんの。いいですね。まさかこの一番。本当だ。まあ、こんな感じですよね。木彫りの、そう、去年からなんか何年前か怒られたわ。3000円、どうですか、この女の人の3000円。この匂いが毎年すんだわ、この唐揚げの、このいい匂い。チョコバナナ、チョコバナナって200円じゃなかった、300円。正月から忙しいな、みんな。焼きそば、これ何、健康食品。ドライマンゴーとかだ。500円とか1000円とか。チーズスティック、へえ。揚げたてあげるから1分待て。あ、たこ焼きだ、でっかい、でっかいたこ焼き。ひばいよ。ぬれるとバラ、あー、浮き上がってくるやつね。かわいい傘、この猫の。
あそこも猫。うわ、同じジジイじゃん。このアユのジジイ、まさか。あ、違った。いいな。この売店昔はよくいろいろ売ってたのにな。物気の殻になっちゃったみたい。そういう話をしたとこ。うん。これはずっとあるよね。このなんていうんだっけ。テトル、あ、そう、トーテンポール。いや、皆さんのおかげでね、去年もいい、まあ、反省もあったし、収穫もありましたし、今年もなんかいろいろやっていきたいと思うので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけでまたお会いしましょう。アディオス。今年もよろしく。